パジェロレッテじゃなくてこれが福田萌子なんだなと、まあ、僕にとってはアフリカンローズですね。初代パジェロレッテにふさわしい存在ですね。まあ、沖縄だったり台湾だったりで男子をみんな座らせて、でそこで討論会をするっていう、離婚に対してどう考えてるかとか、その子供を授かれない夫婦同士ででも子供欲しい時はどうするかとか、まあ、それだけ彼女が自分の考えを大事にして、でそのパートナーになる相手の考え方も大事にするんだなって、そう思わされましたね。あのワークアウトのみんなであのトレーニングをするときに、まあ、あのすごくきつくて、あのワークアウトってやっぱみんな全力であればみんなきつくなるようなあのプログラムになってるんで、その時に、まあ、萌子さんがあの辛い時こそ成長するチャンスなんだよってこう言ってくれた言葉っていうのは、まあ、すごく素敵だなと思いました。2 on 1デートで選ばなかったこと、あと最後のセレモニーで僕と杉ちゃんどっちも選ばなかったこと、まあ、これが彼女の全てなのかなと思うんですよね。自分に嘘をついてちょっとでも迷いがある状態で誰かと進むことを多分許容できなかったんでしょうし、パジェロレッテじゃなくてこれが福田萌子なんだなというふうに感じたのはやっぱその辺ですかね。ルールじゃなくて自分の感情を大事にしたい方っていうのはものすごくそのいろんな話していく中で思ってたので、そこは萌子さんらしいかなっていうのは、こう納得しないことはもうとことん悩んでもがく人なんですよね。いい加減にしない、自分に嘘つけないし他人にも嘘つけない人なので、やっぱりまあらしいなっていう。で新しい選択肢を作ると、この目の前の A か B 選べないんだったら C っていう選択肢を作っちゃうみたいな。まあ僕にとっては一番はやっぱりそのBe yourself っていう言葉なんですけれども、やっぱり自分らしくいてね、ローズくんはっていうのがやっぱり自分に一番刺さったというか、すごく僕にとっては助けになりました。はい、文豪みたいに見えてたらしいんですけど結構僕パッションでこう喋ったりとか、そのあんまりできない方なんですよね。彼女からするとなんか難しいことを考えてるこう作家さんみたいみたいな風に映ってたのかな、わかんないですけどね。他人が人を見た目だけで判断してるって判断しちゃダメだよっていう、なんか裏を返されて、まあ、指摘されたのが大きかったですね。こうさんはいつ見てもこうさんっていう言葉と、あとはもうリスクヘッジをしないでほしいっていう言葉ですかね。全部自分を出してって言ってもらった、この二言はやっぱり旅を通して印象的でしたね。すごく生命力が溢れてる、そしてエネルギッシュ、でもその一方ですごくバラ本来の美しさだったりとか繊細さを持った本当に完璧なバラなので、まあ僕にとってはアフリカンローズですね。すごくシンプルな方だと思います。自分にまっすぐで自分に嘘つかない、うん、あとは曲げない、まあ、そこが萌子さん の素敵なところだなっていうふうに僕は映ってました。高嶺の花、やっぱり届きそうで絶対届かないような存在、今はすごい目標も間違いなく初代バチェロレッテにはふさわしい存在ですね。バラが似合う女性、スパニッシュ感もあふれつつ、どの顔でも、まあ、萌子さんらしい、やっぱバチェロレッテらしい方だなっていうのは思ってましたね。いまだに僕にとっては結構謎の多い方なのかなと思いました。多分僕が今まだ計りしえない女性なのかなって正直今思ってますね。こう、まあ、ミスしたりとか失敗したりとかがこう成功のもとにこう変換してくれる人っていうか、特別な本当唯一無二の多分理解者ですよね、僕にとっては。